厚木バスセンター、厚木バスセンターは神奈川県厚木市中町にあり、本厚木駅に近接するバスターミナルである。本校では本厚木駅周辺にある別の3つのバス停留所についても記述する。バス停は北口側に本厚木駅と厚木バスセンター、南口側に本厚木駅南口、東口側に、 本厚木駅東口の名称で設置されている。駅近辺に宮ヶ瀬湖や丹沢などの観光地や企業の創業所、大学などが多数あり、多くのバス路線が集まる。さらに、鉄道駅がない愛川町、清川村や平塚市北部からバスを利用して鉄道に乗り継ぐ利用客も多い。これらは本厚木駅の乗降客数を増加させる要因ともなっている。 北口より徒歩3分ほどの場所にある。本厚木駅、本厚木駅南口、本厚木駅東口を含めた全ての乗り場は平面移動が可能である。厚木バスセンター共用開始前のバス停1984年までは、駅近隣の各所に本厚木駅を名乗るバス停が分散していた。以前の乗り場は次の通り。これらを集約するため、 厚木市立厚木小学校を移転させた後地にバスターミナルを整備し、同年10月15日より共用を開始した。これが厚木バスセンターである。同時に市内の経営ルートも再編された。またこの時、通学利用向けに設定され、学生から学バスと呼ばれていた路線は東口10番線発からバスセンター発に変更された。しかし、 混雑時間帯は、バス停の占有時間が長くなってしまうため、最も運行便数の多い小木の方面へのバスを午前10時まで、北口始発とし、バスセンターの乗り場を確保させた。1990年頃までは現在、ミロードにのある場所に奏車場があったが廃止され、居場所がなくなった折り返し時間の長いバスは、車庫のある松連寺まで改装されている。当初は入り、 出庫の際も営業便として運行していたため、この系統の便数がかなり増加した。その後国道412号バイパスが開通するといり、出庫便は半分以上がバイパス経由の改装に変更されている。バスセンターの共用を開始してからは東口にバスの乗降場はなかったが、2008年2月4日に、校舎専用ながら本厚木駅東口が新設された。 これは、厚105系統で運行ルートが、厚木バスセンター発着に限定される連接バスの運行開始に伴うもので、厚木アクスト発厚木バスセンター業のみ停車する。一般路線バスは、神奈川中央交通東、神奈川中央交通西の路線である。平塚駅への路線を、平塚営業所、その他の路線を、厚木営業所が受け持つ。なお、 平塚競輪場への路線は平塚営業所が担当するが、日によっては厚木営業所の車両も使用することがある。かつては相模川を相模大橋で渡った対岸にある長後駅、藤沢駅、茅ヶ崎駅、海老名駅、相舞台前駅方面へ向かう路線や二股川駅から相模鉄道のバスも乗り入れていたが、これらの路線は2002年までに、 すべて本厚木駅への乗り入れを廃止したため、2011年6月1日現在、相模大橋を渡るバス路線は解無となっている。また、愛光石田駅、伊勢原駅方面からも国道246号を経由して、数路線が乗り入れていたが、路線自体は存続されているものの、愛光石田駅と本厚木駅を結ぶ運行系統は廃止されている。 本厚木駅南口発着系統は出発後そのまま目的地へと向かうが厚木バスセンター及び本厚木駅発着系統は片方のみ停車する系統とその両方に停車する系統同じ系統でも時間帯により利用バス停が異なる系統と複雑になっている3カ所のターミナルは乗り場番号が被らないように不安されている厚木バスセンター本厚木駅東側の 厚木シティプラザと厚木ガーデンシティの間。本厚木駅東口からは地上、地下道のいずれの方法でも行くこともできる。バスセンター隣接地に厚木市役所を移転させる構想が進んでいる。使用路線は神奈川中央交通東、厚木営業所及び厚木北営業所の路線。9番乗り場と10番乗り場の間に1から1.1から2番乗り場が存在し、 1>, 1から2番乗り場前から車道を、ロータリー内側に横断した先の島に11番乗り場、さらに内側に横断した島に12番乗り場があるが、12番乗り場は現在使用されていない。1から2番11番乗り場付近左側の、横断歩道の左が12番乗り場本厚木駅1.2番、乗り場は本厚木駅、北口広場4番乗り場は、 北口広場の向かい側で、横断歩道のそば、5番乗り場は、北口広場の向かい側のローソンの前、6番乗り場は、横断歩道を渡った先の三井住友銀行、有林道の前。本厚木駅南口13番15番乗り場は、南口駅前のロータリーに、14番乗り場は、ロータリー反対側に所在する。13番乗り場発及び厚56、厚し88は、 神奈中平塚営業所、厚105、厚109は、神奈川中央交通東、厚木営業所の運行。本厚木駅3番乗り場は本厚木駅北口の、本厚木ミロード2の裏側。なおバス停のそばには、神奈川中央交通の本厚木駅前、サービスセンターがある。2021年5月16日現在、青春ドリーム、横浜号、羽田空港行。 ハイランドエクスプレス以外の路線は新型コロナウイルスの関係で運休中。ありがとうございます。